4月新年度のね、始まったところでもうぐっと力が入っているところを少し力を抜いてゆったりと呼吸をしましょうというのが今週、テーマでやらせていただいてます。今日はですね、ちょっと有名なポーズですね、猫のポーズと犬のポーズというのをやってみたいと思います。呼吸と一緒に背中、体全体をちょっと動かしていきます。猫のポーズからいきます。四つん這いです。肩の幅、腰の幅で、足と手を置きます。はい、手のひらはしっかりと全体が床につくようにしてください。こう曲がったりとか、しないように、グーじゃなくてパーで、パー全体がつくようにしてください。で、足ですね、足の甲がちゃんと地面についてる、こういうふうに立たないで地面についてる状態です。ちゃんと4本手と足にしっかりと体重がかかる状態にしてください。はい。そしたら息を吸って、吐きます。吸って、もう吸った時点でね、少しこう空気が入るとこの辺が持ち上がる感じがすると思うんですけど、猫のポーズは猫が怒った時に、ふわーってこう背中を丸める。ね、それで力を抜くっていう、そういった動きです。いきます。大きく息を吸って、ぐーっと背中を丸めて、手と足でぐーっと背中を持ち上げてくる感じです。はい、ゆっくりと力を抜いてください。はい、大きく息を吸って、ふーっと全体に力がこう持ち上がる感じですね。伸ばす、背中から、お尻から全部伸びてくる感じです。抜いてください。吸って、ふーっとこう、全体持ち上げます。抜きます。はい、ぐーっと持ち上げて、抜きます。もう一回、ぐーっと持ち上げて、抜きます。はい、結構です。そしたらもう少し伸ばしていきましょう。今度はね、犬のポーズです。犬のポーズはですね、少しちょっと手を前にちょっとだけですね。で、足の方を立てますよ。で、膝を伸ばして、で、この状態でぐーっと全部、さっきより今度お尻を天井に持ち上げてくる感じで背中から全体伸ばします。息を吸って、吐いて、伸ばしながら息を吸って、吐きまーす。膝をついて、手を前に持っていって、ゆっくりとお尻をつきながら、背中全体をもう一回伸ばします。吸って、吐きまーす。息を吸って、吐きまーす。戻して、また足を伸ばして、ぐーっと全体伸ばします。吸って、吐いて、吸って、吐いて、近づけられる人は近づけていっていただいても大丈夫です。はい、ゆったりとお尻に体重をかけて背中全体を伸ばします。吸って、吐いて、で、吐きます。はい、背中がね、硬くなってくると息がしにくくなります。肋骨っていうところが広がらないと肺の中にしっかりと酸素が入りません。前の方だけじゃなくって後ろの方もしっかりと伸ばしていって動かしていくっていうのがとても大事になってきます。力が入ってるな、肩が疲れてるな、肩が張ってるなとかっていう時は背中全体も硬くなってる可能性があるので、しっかりと伸ばしてみるといいかもしれませんね。お疲れ様でした。